て、今回も失敗作。世界は理不尽で残酷に。エゴに従え、狂気を滑ろ。抗ってみせる。しないでする後悔より、してする後悔の方が前向きでしょ。いい加減諦めてよ。こっちは全部見切ってるんだから。私は安心安全な女。誰にも迷惑をかけるつもりはない。俺が俺の顔張って何が悪い。俺の価値を刻め。ずるいよお兄ちゃん。バミサスがこんな息する可愛いだなんて知を知らなかった。俺は時と場所を選べる男だからな。ガケル先生ったら、またこんなに机の上を散らかして。私はこの学園の執事。あなたにしか頼めないことなんです。どうか承諾か容認を。お前の論理こそ必ず誰かを不幸にさせる。それこそ悪だ、クズどもめ。お前らが彼らをいたずらに苦しめたんだ。ただ綺麗にしたいだけなの。君、さては女の子を困らせて喜ぶ悪い人だぞ。俺がこの異変の元凶なんだぞ。みんなまとめてぶっ殺してやる。ギギギっていきなり耳を掴むな。もっと怯えろ。自分の欲求を見つめ直す機会をやろう。欲求がエゴを形作るのだからな。そいつは主たるお前のエゴの分身、剣ぞ。悪魔ってのは人のエゴを食べて成長する存在だ。その力とエゴでこの先の理不尽に抗ってみせる。心が飛び跳ねるような愉快な戦いを見せてくれよ。理不尽を教えてやる。ひざまずけ。せっかくエゴと意志を持って生まれたのだ。理不尽などそのエゴ、その虚飾で塗りつぶせ。エゴこそがお前だ。モナーク、10月14日。殺してやる。